この動画は湯西川温泉1泊2日の Vlog です。湯西川温泉は栃木県日光市にあり、福島県との県境に位置しています。電車でお越しの方は東武鉄道で浅草駅から湯西川温泉駅まで所要時間150分、駅からバスで約20分で湯西川温泉の中心地に到着です。湯西川温泉は平家の落ち人伝説が伝えられ、先祖は平安時代末期源平合戦に敗れてこの地へ落ち延びたとされています。発見を恐れて鯉のぼりをあげない、焚き火をしない、鶏を飼わないなど独自の風習が残っています。今回お世話になったお宿は本家晩秋さんです。客室や露天風呂から透き通った清流が見えます。夕食には名物のいろり焼きなどを楽しめます。冬に開催される鎌倉祭りでは、鎌倉のミニチュアにろうそくが灯され、幻想的な光景を見ることができるそうです。冬にもまたぜひ来たいです。6月に行われるお祭りでは、平家の武士や姫に扮した行列や、琵琶の演奏などもあるそうです。